でも引用リツイートしちゃダメって最近学んでた気がする、高田さん。ああそうなんだ。影響力あるから切り抜きで見た、うん、引用リツイートがダメなら配信で今このツイートを拡散してきてください、みんな行ってこいっていうのはいいのって聞いてたもん。これもダメでしょ。ダメだよって言われて、ああ言えばこういうの典型的な。いや引用リツイートしてないですけどって。まあでも僕はなんか別にいいと思うけどね、一方的に言われっぱなしや配信者側が理不尽だから。まあ見えるところに書いちゃってるからね、調べたら出てくるところに、うんうん、そうね、鍵垢でねたくさん文句言ってくれるのは別にね、うん、見えないからいいんですけど、うんうん、わざわざそこまで見に行って怒ってたらちょっと結構ね元気なやつだなってなるから。いやあれ来るからね、結構自分のことボロクソ言われると。僕も思わせて、まあ、たまにその推理をめっちゃ外す周期やってくるんだけど、はいはいはい、あまあまあ、そういう時はね結構来るから。新太郎さん最近数理鈍くないですかって、昔はもっと良かったですよねみたいな。出た、うん、やる気ないんだったらやめてくださいって。すごっ、そこまで言われるの。なんかねその僕がさ結構前、相当前にアモアス飽きたみたいな発言しちゃって、うん、あまあまあまあ、なんかね それがねまだ今も影響を受けて、今もまだこいつは飽きてるからやる気がないって曲解されて、勝手に感じがされてるわけね。そう、でそこに加わって整理外してるとやる気ないからやめろみたいになる。やる気なかったら毎日3時間やってないやろ。そう、飛び入り含めたら5時間やってるから。ねえ、やらないでしょ。ねえ、そうそう、なんか僕ね、旗からは感情がないって言われたけど、そういうのはねちゃんと心にくるんで。いや、おもろいな。それ全然表に出てないですけどね。うん、まあ出さないけど。あ、でも俺珍しくあれやった、あの慎太郎さんにシェリフで隠し色出した時、うん、あの批判コメ一切来んかった。まあ、なんか大々的に外したことってあんまり片手でまだ数える程度ぐらいやったから、うん、外した時やばいのね、うん、お前のせいだみたいな。ああま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 あ、なるほどね。アモガスね、その状況がせればせるほどあれです。そうね、あんまりね叩きすぎると、ね、怖がってみんな自分が責任持たないように一人任せるっていう。そう、推理せんくなるから、うん、死人情報だけ落としてみたいな。